ご自分の生活とダンスとの位置関係を教えてください。今はかなり変わったんですけど、だからシンプルに踊るという時間は以前に比べたら少なくはなってます。だからこういった活動とかもそうだし、オンラインで文章を打ったりとかね、まあ、もしかしたらダンスという、ただの単語の踊るというところの生活の 比重は減ってはいると思います。以前に比べたら。まあもちろんでも、この中でも、あのやってたりするので、だから今はその比重が違うっていうだけ。だから関係性っていうとどうでしょうね。うーん。まあ本当にこう、移植中ともう一個。だから、それがただただ今はこの比重が少ないだけで、うん。食べることは結構重視してるんですよ。やっぱこの免疫あげたりとか、なんか、 どうしたってこれフラストレーション溜まる時期じゃないですか。自分で思ってはいても。だから、その食べることに関しては、その自分の健康もそうだし、そこはちょっとこう、あんまり我慢しないでやりたいっていうのが強かったりするんですけど、まあ、それ以外のところはちょっと抑えたりとか、そういった感覚はあります。まあそれがもしかしたらダンスも、今はただただ思いっきり家だったらできないですよ。オンラインでやるとはい,いえ。でも、この中でもできることがあるし、 えー、皆さんもそういうふうにやってるわけじゃないですかだからまあそういった関わりはいい、えー、食住踊るというところでは比重が変わってくるような感覚ですかねやっぱり何,何だかんだ言っても今の状況だと昔,の昔,昔じゃないけど以前のようにこう大きな動きとか活動ができない分ちょっとかなり変わってますね。そうですよねやっぱ アパートとか住んでるとね、周りの人たちもこう下の人とかからどんどんあんまりすると良、ね、くなかったりとか、まあ、みんなそうだと思うんでその中でどういうふうにやっていくかというとこれ環境が変わってるだけなのでどどううう立ち振る舞うかだと思うんでですけど、うん、でも外には出ておられるみたいなんですけど公園とか外で踊られることもあるんですかお右とかありますよ、ねえっと たまにやってます。で、今からやろうとしてるところですね。あ、そう、ごめんなさい、邪魔してるあ邪魔してないです。邪魔してないんですけど、だから、それこそ4ヶ月、3ヶ月前は、なんか外出ること自体がすごくこう、まあ、今でもね、言われるかもしれないんですけどうん、あんまりそれを発信することがいいと言われない、まあ、ステイホームってやつですよね。 まあ今でもそうですけどね <laughs> あの。基本的にそんな無駄なこと、さらにそれが過敏になっている時期だったりしたんで、まあ、家の中から今でもやってるんですけど、やってるんですが、今は逆にもう、ちょっとそれもね、ずっとそういうわけにもいかないというところでは、少しそれが寛容になっているかもしれないというところで、そのディスタンスを保ちながら、安全な発信方法っていうのをみんな探って、たくさんの人がしてる。だから、別に自分からね、 なんだろう花瓶になっているところに飛び込む必要ないと思ってたんで家からやってたんですけど、えっと、今はニューヨークの景色を見せたいと同時にパフォーマンスもやりたいと思っているので近々やる予定ですはいでは、うん、はい大丈夫ですかで、えー、ご自分にとっての好きな自分を教えてください、はい 好きな自分ですね。いや、どうでしょうね。なかなか。でもやっぱりこう、昔働いてた、うどん,うどん屋さんで働いてたんですけど、うどん屋さんで働いてた時はやっぱり毎日が早く、えー、終わってほしいと。一日朝来たら、えー、もう夜早く帰りたいっていうような生活を送ってた中で、今度は今、こういった生活になると、も、ま、う、あ、一日早いな。特に最近はよく思うんですけど、一日めちゃくちゃ早いなと。 いうような感覚の違い。だから、まあ、好きな場所で好きなことをして生きていけつつあるんですよ。日本とアメリカ今、ね、半分の生活しながら、本当にそれこそヨーロッパとかも今後は行きたいし、で旅とか好きだから、旅しながら、とかでパフォーマンスなどしながら、例えばこういったオンラインでの活動っていうのも今まさに力入れてるところなんですけど、だから自分が挑戦できる環境を自分で作れているというところ、 うんまあ、作りつつあるところなんです。そのまあ、まさに、えー、プロセスのところなんですけど、その環境に入れることっていうのは、あのまあ、自分が決めなければできなかったし、やめなければできなかったしで、まあ、安定する感じではないので、このいう生き方は。でもそういう生き方が自分で好きだと。で自分で作ってきた感覚はあるので、まあえー、そういうところは自分の、まあ、好きなとこであり、 えっとまあ、自信にもなりましたよね。ニューヨークに10年間入れたということは。うん、という感じですかね。中澤さんは、ダンスを踊る、見せるという仕事に対して、エゴイストですかそれはどういうところであはい、えっと、ダンスを踊るカートに関しては全然エゴじゃないと思ってます。で、これはもう本当にコミュニケーションというところでは、 えっと、僕の場合はもう100%ですね、お客さんありきの踊りだと思ってるんで、だからどういうふうに思ってもらうかから考えるんですよ。だから逆に言うと、うんもっとエゴになると職人さんとか、あの自分のダンスのこのスタイル、自分の体のこの細かいところまで追求してって、その結果お客さんが喜んでもらえればというスタイルもあるんですけど、僕は、えーまあ、多分おそらく真逆。自分がやりたい動きとかよりも、 えっと、どういうふうに思ってもらいたいかから作るっていう感覚なので、これは結構アメリカに来てかなり変わった感覚。まあ、ニューヨークという場所も,もしかしたらそうさせたのかもしれないですし、場所によって曲も書いたりとか、文化、例えばハーレムというエリアだったら黒人文化のね、音楽が盛んな場所なんで、やっぱりそういうところでは、ファンクミュージックだったりとか、ブラックミュージックを流した方が喜んでくれるわけなんですよ、シンプルに。 日本に来た、例えば外国人の方がね、日本の演歌歌ったら喜ぶわけじゃないですか、僕たちも。あ、外国の方が日本の心を歌ってくれてる、嬉しい、みたいな感覚なのかなと。だから、はい。エゴゼロって感じですかね。はい。そうなんですね。はい。えー、次に、ご自分にとってのダンスとお金の関係について教えてください。 はい。ダンスとお金に関して。えっと、僕たちの生活は、まあ、フリーランスと言われているものですよね。フリーランスのアーティスト。だから時給と真逆の世界なんですよ。これ、それこそで。全てが成果であって、いくら毎日こうやって座っていても何も生み出せないという世界なわけじゃないですか。で、今まで僕も飲食店で働いたときは、 まあ、一ヶ月の給料と、まあ、ボーナス。ある意味、座ってるだけではもちろんダメなんですけど、忙しかったんですけど、そこの保証はあったという感覚がすごく違う。だから、お金という面では、<coughs> 多分、職種的には決して多くない職種なんじゃないかなと思います。額で言えば、一部のカリスマ、トップアーティスト、 と比べたら別ですけどね。それは例外はどこにもあるんですけど、一般的に言われる IT だったり、プログラミングだったり、そういう人たちの平均年収とかと比べたら、まあその半分、まあそれ以下なんじゃないかなというふうに思ってますけれども、っていうところですね。だからこそみんなやらないし、僕が学校で活動してるのも、えっと、まあ例えばボランティアで以前言ってたこともたくさんありました。でもだからこそみんなやらないんですよ。それだけで生計立てれないし、 その分、大会はもらえないから。でも、そこに、やっぱり、伝えたい、まあ、子供たちだったりとか、大人でもいいんですけどね。そういう人たちがいるので、うん、だからこそやりたい。まあ、ブルーオーシャン、レッドオーシャンって言いますけど、みんなやらないからこそやるところ。で、みんな継続しない、続けない、来ないから、10年もみんないないですから、あんまり。 ダンスだって三十歳、28歳ぐらいが一番ピークの年齢で、そこからどんどんやめていく人が増えていく中で、これぐらいの年齢までやっていく人ってやっぱ少ないんで、そこでの与えられる勇気は、うん、お金以上のものなのかなというふうに、あ本当に思ってますし、まあ、これが経済的にもさらにね、まあ、あるように、いろんな僕も挑戦というところではありますねあ。ごめんなさい、長澤さんっておいくつだったんでしょうあ僕35歳ですね。 そう、じゃあ35歳ではもうそういうふうに踊ってらっしゃる方は少ないということですか。うん、少ないいと思いますよちなみに日本とニューヨークでの,その、うん、ダンスをしてお金の関係って随分違うんじゃないかと思うんですけども環境とかも。その辺を教えていただいていいいいただですか、はい、日本とアメリカの違いですね。はい 日本では僕、やっぱ学生でしかやったことなかったんで、えっと、そのプロのダンサーと言われる人たちがどういう感覚かはもう友達の感覚でしか分からないんですけど、えっと、ダンスをやってる人たちの種類、うんと、仕事の種類はやっぱりアメリカの方がすごく多い、例えばホームパーティーだったりとか、一つのギグ、な単発の仕事とかって、あと劇場も多いし、 なんかそういったそのちょこちょこした仕事、こまごましがした仕事っていうのはやっぱ多いんですよ。だから、いろんなところからダンスというだけでも収入源があると。でそこだけで成り立ってる人もたくさんいるし、まあ、僕もその一人だと思うんですけどで、日本の場合は例えばインストラクターとか、でまあ、例えばダンスのパフォーマンス、ゲストパフォーマンス、まあ、バックダンサー、もう結構限られてくるような感覚です。でその固定概念が結構あって でっていうところではもちろんそのね、えっと、おうちでパフォーマンスしたりとかストリートパフォーマンスで投げ銭っていうのもあるんですけどそれ以上にやっぱりこう芸術に関しての寛容さがやっぱり日本よりは、えー、アメリカニューヨークの方があるだからそれに対して対価を張る人もその分いるという感覚の違いだからそこの生き方稼ぎ方の違いっていうのは日本とアメリカであると思うしそれはやっぱり今日本でダンスやってる人たちにもあの ちょっと伝えたいこととかなと思ってますただただダンスの先生ねダンスパフォーマンスバックダンサーするっていうだけがダンサーアーティストの生き方ではないしそれ以外もたくさんあるよというところですね結構アンダーテーブルみたいなあるじゃないですかこういった海外に出るとうんそういうところのね細かいところとか伝えられたらいいなというふうに思ってます それはすすごいいいことだとだ思います私も日本とドイツの,そのアートのあり方、はい、ダンスとか芸術のあり方がかなり違っていてそれで私はうん日本のそういうあんまりい条,条件じゃないところも知ってたんですけれども、はい、プログラスに入ってそういうことをこう間近に教えてくださるていうか知ることにな,<ー>なったのでそれでこの,、はい、あのインタビューを始めたんですよね。 もともと私はカメラマンなんであんまり全然関係なかったんですけどあの今あのこっちでもちょっと滞ってたので,でインタビューというか人と話すこういう練習をしてでこっちで、うん、あもっとあの活躍したいと思って始めたんですけど、うん、日本の方にお話を聞くことが。 をまずやってみてみ来週からはドイツの人たちにもインタビューすることになってるんですけどでも日本と本当にドイツと違うんですよアメリカとも違うみたいなんですけど、はい、あの活躍する場とそれからお客さんとか一般の人たちの,そのアーティストとかドアダンサーの人たちに対するこうあのお金の使う意識が全く違うんですよね、うん。なるほどそういうい意味でも今お話を伺えてすごくあの日本人の あのダンサーとかアーティストの方々に聞いていただく意義があるなと思いました。うんあると思います、はい、では